確定申告。 YouTuber には関係ないだろう。自営業じゃないから関係ない。でも YouTuber にも関係があるんですよ。 YouTube の公式パートナー制度、今申し込めば誰でもパートナーになれて収入を得ることができます。そして多くの人が小遣い程度の収入からちょっと嬉しいなというぐらいの収入得られてます。それだけで家庭を養っていける人は少ないですけど、そこそこの収入入ってる人多いと聞いてます。毎月の臨時収入という感じで嬉しい思いしてるんじゃないかなと思います。でも目安として月々17,000円以上の収入を YouTube アドセンスから得てる人、注意してください。正確には年間で20万円以上、それ以上の収入がある人は税務署への届け出と税金を納めること、それが義務付けられてます。よくニュースとかで子会社を作って所得を隠してる、別帳簿で所得を隠してる、何か対岸の火事みたいな、そんなイメージがありますけど、 YouTube で20万以上の収入を得てて、それを届けずに美味しい思いしてる人、実は自分がそれをやってるんですよ。対岸の火事に思えてたことが実は自分が燃えてた、そういうことがあります。ですので YouTube から年間20万以上の収入を得てる人、税務署に相談した方がいいですね。ただし完全に申告してそれに対して税金がかかる、それだと損します。あの YouTube も仕事ですので、その例えば年間20万得てる場合、その場合でもその20万得るためにいろいろ機材とか買ってるはずなんですよ。パソコン買ったり、編集ソフト買ったり、ビデオカメラ買ったり、あとはコラボとかで遠くに出かける、お金かかります。その部分を引けるんですよね。例えば20万収入がありましたと申告すると、20万に対して丸々税金がかかります。例えば20万の収入があるんだけど、そのうち5万を機材費とかコラボの遠征費で使った、その場合税金がかかるのは 20-5、 15万の部分に対して税金がかかります。だから使ったお金引くことができるんですよね。例えばコラボで遠くに行く場合、それは出張費、レビューで購入したガジェット類、編集用ソフトとか機材、全て経費として落ちますね。まあこういうものを買った人はレシートとか領収書とか取っといてください。あとは帳面つけとくといいですね。その YouTube の収入は別口座として管理しとく。例えばあなたが会社員だったら、会社員としての口座とその YouTube の振り込む用の口座分けといて、プライベートなものは会社員としての口座を使う、 YouTube の活動に対しては YouTube の方の口座を使う、こういうふうに分けとくと楽なんですよね。 YouTube から入ってきた収入というのはまだ税金を払ってない、まあ汚いお金って言っちゃいけないですけど、あの自由に使えないお金なんですよ。 YouTube ね、 YouTube の口座に入ってきたお金に関しては毎年税務署に届ける、そうしとけば混乱もないかなと思いますね。あと疑われる心配もないですね、口座を分けとけば。最後に繰り返しますけど、あなたが YouTube から20万以上の収入を得てる場合、ぜひ近くの税務署に相談してみてください。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。